1941年8月、ビチェプスクで、捕虜となり、害虫駆除のため裸にされた捕虜ここでは、第二次世界大戦中、独祖戦において、ナチスドイツの捕虜となったソビエト赤軍将兵に対する、大量虐殺について述べる。ドイツ国防軍の捕虜となったソビエト赤軍将兵の、約60%、およそ330万から350万名が、死亡した。 1941年8月、ユダヤ人と特定されたソビエト捕虜1941年、アドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツは、バルバロッサ作戦を発動し、ドイツ国防軍を主体とした、数塾軍は、ソビエト連邦へ侵攻、ヨーロッパ・ロシアに、広大な占領地を確保した、初戦において赤軍は、各戦場で大打撃を被り、 破れ孤立した将兵は100万人単位で捕虜となった。彼らの運命は過酷なものであった。ジュネーブ条約等国際条約で定められた捕虜に関する保護、待遇規定は何ら適用されず、即戦場で処刑された者、最前線からの死の行進で死亡した者、なお生き残った者も完全な根絶のために、 強制収容所へ送られ、非人道的環境の下で、次々と死んでいった。米国国立ホロコースト記念博物館による予想では、約330万から570万名のソビエト将兵が死亡したとしている。これは、捕虜となったソビエト将兵の57%であったが、それに対して、イギリス軍、アメリカ軍の捕虜となった。 将兵23万千名のうち死亡したのは3、6%の8300名であった。いくつかの評価では不確定ではあるが降伏直後に処刑された人数を含めて500万名と見積もられている。この捕虜のうちユダヤ系は5%であった。なお、ヨシフ・スターリンの息子。 ヤーコフ・ジュガシビリも死亡した捕虜の一人であった。戦争初期から捕虜虐殺は横行しており、露店での完全な放置と飢が即時処刑を通じて、1941年6月から1942年1月の間だけでも280万名のソ連軍捕虜が殺害された。また、1941年9月まで1日ごとに、 総勢のソビエト捕虜のうち1%が死亡した。アシュムによれば、1941年冬までに、飢餓と病気の蔓延は、想像を絶する規模の大規模な死へとつながったと、されている。ヘルベルト・バッケ食糧省によって提案された、飢餓計画に基づき、食糧があるにもかかわらず、多くの囚人に、カニバリズムへ走らせるため、供給が行われることはなかった。 それに対し、37万4千から100万名のドイツ兵捕虜がソビエト強制収容所で死亡した。バルバロッサ作戦発動前夜の1941年6月6日、ヒトラーにより、ソビエト赤軍内部の政治将校についての命令が書面でなされた。そこには、捕虜となった政治将校を他の捕虜と隔離した上で処分することが要求されており、 完全なボリシェビキ、もしくはボリシェビキ活動家と特定された捕虜も即座に処刑されることとなっていた。1942年8月、ソビエト捕虜用の即席収容所1941年6月、ビーンヌイツヤ近辺の捕虜収容所での食料配布1941年8月、スモーレンスク近辺。 過密状態の捕虜収容所1941年8月、シュターロック 2B を訪問する国際、赤十字の代表者連合軍将兵が捕虜となった場合、通常ジュネーブ条約等の国際条約に従った保護と待軍を受けたが、赤軍捕虜に対しては、ソ連政府がジュネーブ条約を批准していないことを名目に特別に用意された、ラシンロッガーと呼ばれる。 収容所へ収容、他国民の捕虜から隔離する措置が取られていた。この羅針ロッガーの多くは収容施設そのものが存在せず、平原を有志鉄線と監視等で仕切っただけのものであった、風や国書、国間にさらされた捕虜たちは穴を掘ってしのぐほかなかった。警備兵による暴力、虐待は日常茶飯事であり、つ日の食料は 数百カロリーを与えられるに過ぎず、誰もが栄養失調を起こしていた。医療サービスは存在せず、1941年、赤十字社による支援が申し込まれたが、ドイツ側はこれを拒絶した。1941年夏から秋にかけて、赤軍の敗北は続いた。包囲されば出の術を失った部隊は11個にも、上り、膨大な数の将兵が捕虜となった。 電撃戦による早期の勝利が予想されたため、ナチスドイツはこれらの囚人の釈放を行うことを考えなかった。ドイツ軍管理下の下捕虜たちは取り調べを行われるか、抑留されるか、行進を強制されるか、さもなくば無害化者で輸送された。また、冬が始まった時、捕虜は、防寒服など越冬用の装備が不十分であった、ドイツ軍により、 必需品や衣類を奪われたが、これは捕虜にとって致命的なことであった。1941から1942年かけてのトータプログラムによりゲシュタポは共産党員を特定し、彼らを強制収容所へ送り込んだが、彼らは即座に処刑された。1941年6月から1944年の間にソビエト捕虜全体の 約10%が親衛隊独ロ部隊、もしくはアインザッツグルッペンに引き渡され、処刑された。1941年6月、ユダヤ人のソビエト捕虜1941年10月、マウトハウゼン強制収容所のソビエト捕虜マウトハウゼン、強制収容所で裸にされたソビエト捕虜、日時不明14万から50万のソビエト捕虜は、強制収容所で射殺されるが、 ガスで処刑されるかのいずれで、最大多数処刑された。何人かは、実験台に用いられ、ハンブルク大学のファインリッヒ・ベルニング博士は、基金実験のために捕虜を死ぬほど植えさせた。また、別の実験では、ダムダム弾で射殺された。1942年1月以降、戦争は、膠着状態に入り、ヒトラーは、ソビエト捕虜のより有益な扱いを認可。 呂は強制労働に刺激することとなった。1942年、15万名であった彼らの数は1944年夏には最大の63万千名に達していた。彼らは、クルップ、ダイムラーベンツなどの無数の会社の工場などに送られたが、多くは炭鉱に送られ、死ぬために働かされた。一例として、 1943年7月1日から11月10日の間に27,638名がルール単独で死亡している。1944年、彼らの雇い主は工業16万名、農業13万8千名、金属関連工業13万1名であり、約20万名が強制労働で死亡した。 ドイツ軍の収容所より生きて出ることができたソビエト捕虜はナチスのために働いたとしてソビエト当局に避難されるかあるいは自発的な降伏を禁止した司令第279号のもとに反逆者のレッテルを貼られることになったという陳述がある第二次世界大戦中もしくは戦後解放された捕虜は特別なロカ収容所に送られたが 彼らのうち90%以上が死亡、約8%が拘束され、懲罰大隊への所属を余儀なくされた。1944年、彼らは内務人民委員部元ホリ、元堀オ強制追放者ら4000、000名以上が調査され、約100ものろか収容所に収容された。1946年までに市民の80%、 元捕虜の20%が解放され、5%の市民、43%の元捕虜が再徴兵された。そして10%の市民と22%の元捕虜が労働大隊に送られ、市民の2%と元捕虜の15%が NKVD により強制労働収容所へ収容された。ロシアの歴史家 GF クリバシェー部は、 ソ連国家法案委員会の文書から異なる数字を導き出している。23万3000名が敵へ協力したことにより、有罪とされ、収容所から解放された183万6562名のソビエト兵士は強制労働収容所へ送られた。ただし、二つ目のデータは、ソビエト本国へ送還された何百万の民間人は、含んでいないが、 彼らは強制労働収容所へ送られたか、処刑されるかした。また、共産主義国書ではさらに異なる数字を提示している。19.1%の元捕虜は、懲罰代隊に送られ、14.5%は、強制労働を行う、復興代隊送られた。そして8%は強制労働収容所での労働10年から20年を、宣告されたとする。 生存者は1953年のスターリンの死により、行われたニキータ・フルシチョフによる、スターリン批判以降のヒスターリニズム化の最中である1955年、すべての元捕虜及びナチスの協力者とされていた。人々は恩赦を受け、解放された。ルドルフ・ディー・ター・ミュラーとガード・アール・ユーバー・シャールによれば、ソビエトの歴史家は、捕虜問題に関する分野においては、 偽の情報を出すことに従事していたと主張し、さらに彼らは解放され、帰国した捕虜のほとんどが、反逆罪により有罪判決を受け、各種の強制労働を宣告されていると主張している。しかし、他の学者は信頼できる筋より入手した、秘密扱いのソビエト公文書のデータを認めている。何千ものソビエト捕虜は協力することにより生き残り、そして彼らの多くが、 武装親衛隊を含むドイツ軍へ加わった。さらに、ナチスとの戦いで称賛された英雄でさえ、スターリンの変質病を払拭させることができず、抑圧される対象であった。例えばソルボル強制収容所で反乱に成功し、さらに戦闘で負傷し勲章を与えられたアレクサンドル・ペチェルスキーは、赤軍に再合流した後、 強制労働収容所に収監された。ありがとうございます。